実はお店そのねモーニング娘。の野中美希ちゃんっているんですよ。野中美希ちゃんって子がいて、その子と友達なのね。あの友達でマジでたまたま大好きだから絶対に許さないを、その野中ちゃんがそれを歌ってるの知らなかったんだけど、大好きだから絶対に許さないよね、そうだったんだけど、なんかそうそう実はそうなの。ぬるっと言ってしまったけど、昔からの友達というよりは共通の知り合いがいて、まあ、これちょっと紹介してもらったらめっちゃ仲良くなっちゃったって感じなんだけど、年も結構近いし、あれ何歳なのかあんま知らないわ。年の話とかしたことないんだけど、そう実はね、そうお友達で、で海ちゃんね、その 3D お披露目の時に大好きだから絶対に許さないを選んだのって、そう海ちゃん、さやしちゃんが好きだったの、すごく。さやしちゃんっていう子がいて、さやしちゃんと小田さくらちゃんの歌なんだけど、もともとはで、そのさやしちゃんがすごい好きだったからその曲を選んでたんだけど、さやしちゃんって子卒業しちゃってて、でもね、そのね、さやしちゃんパートをその野中がのなんて、なんかちょっと恥ずかしいな、野中さんっていうかな、じゃあ一旦ね、野中さんがやってるのを知らないで 3D お披露目にその曲を盛り込んでたわけ。そしたらその 3D お披露目を見て、その野中さんから、お、ええハピちゃんさやってたよねみたいな、えあれえみたいになって、いやそうなんだよみたいな。で実はそのお店、そのダンスの練習とかしてる時に、まあこういろいろ調べてる中で、どういうなんかどういう風に歌おうかなとか、なんか記事とかあったりしないか、うーんって見てたら、ええさや、え野中って書いてない、野中美希歌ってねみたいななって、ガチそのたまたまのガチだったの。えそう本人見てたの。本人見られてて、あれ本人に見られてたらえぐいよね。友達とはいえちょっといや、うえってなんだけど、そうだったの。だから野中ちゃんから連絡来る前から野中ちゃんがそれをやってたのは知ってたけど、でもなんかもしかしたら見てくれるかもしれないけど、ちょっと内緒にしていた方がおもろいやんそういうのってと思って言わないといたら連絡くれて、でそしたら今度海瀬と、まあ、海瀬パテ先輩がやったわけじゃん、そう、ってやらせていただいた後に、 3D お披露目でやらせていただいた後に、でたまたまお店が武道館当たって、でたまたまパタツ先輩と行ったらたまたまやってたの。すごくない？そんなことってあるんやと思って、これがこれここまで全て偶然。おもろすぎない？なんか誰かがさ暗躍してそうじゃない、もはや。なんか仕組まれてそうなんだけど、ガチ奇跡ここまで。そうなの。だからこうして実はピュッなあ、だから店大好きだから絶対に許さないが出た瞬間、もうパタス、もうさっきも言ったけどパタスみたいでなってたよ。ね、誰かがさこう店のこと分かんない、えもしかしてお前たちの中にいる店のこと幸せにしようとしてる人がっていうレベルだったの。せーの、おつんきゅらすらー、バイバーイ。じゃあ何が言ってんだよ。